で迎えた7周年、4代のバトルはさらに白熱。しかしその激しさゆえに意外な局面を迎える。デグナーカーブで加賀山が羽賀と接触し、2台はトップ争いから脱落。チャンバーを破損した羽賀はピットイン、コースアウトした加賀山は12位でコースに復帰する。羽賀はマシンを修復し再スタートを切るが、周回遅れの最後尾となってしまう。これで一騎打ちとなった加藤と中野のトップ争いは7周目を終えた時点でその差約1秒。中野は加藤を上回るペースでじりじりと追い上げ、ついに11周目の 130R でトップに浮上。 250cc4000 目にして初のトップ走行となった中野は懸命に加藤を引き離しにかかる。対してここまでのペースを抑えタイヤを温存してきた加藤は中野の真後ろでチャンスを伺う。加藤は12周目の 110R で中野をパス、再びトップの座を奪い返す。9秒後方では TZ の松戸直樹と RS の玉田誠が3位争いを展開。さらに約4秒後方の5位争いは亀谷と森金、その後方からはコースアウト後に激しく追い上げた加賀山が迫る。一方、加藤と中野のトップ争いはファイナルラップに突入。ここまで中野とほぼ同じ2分12秒台でトップを守ってきた加藤は土壇場で2分11秒台にペースアップ、追いすがる中野を突き放す。後方の3位争いはヘアピンで松戸が転倒を喫し、玉田が単独の3位。ファイナルラップに森金と亀谷をかわした加賀山は4位に浮上。しかし亀谷も諦めない。2位中野に 2.3 秒の差をつけた加藤は菅生筑波に続く3連勝。中野は開幕戦以来の表彰台2位、 RS の玉田は初の表彰台3位を獲得。コントロールライン直前で加賀山の前に出た亀谷は4位でフィニッシュ。マシン修復後に再スタートを切った羽賀は1周遅れの31位でレースを終えた。結構 GP みたいで楽しかったです。タイヤとかも結構ペース考えて走ってたんで、ちょっと前出られちゃったんですけど、まあ勝ててよかったと思います。最初4台いたじゃないですか。4台で最後までできたらすごい面白いのになと思ったんですけどね、最後2台になっちゃって最後離されちゃったんでね、少しずつですけど、でもトップが見えたんでね、次ですか、ね、松戸さんになんとか追いついて、で最終ラップ狙ってたんですけどちょっと離れちゃったんだけど、ちょっと向こうが焦げてくれたんでラッキーでした。次もこの調子でいきたいと思います。開幕戦の欠場後3連勝を挙げた加藤がついにランキングトップに浮上。しかしヤマハと鈴木もここに来てようやく仕上がりを見せ、以後の GP250 は混戦が予想される。